ペーパーパズプリーズはい第3回撮っていこうと思うんですけどもえパート1パート2は一気に撮ってましてパート1を投稿した後に今撮っているんですけれども恥ずかしいもう編集しててもう自分のこの理解力のなさとか注意力のなさとかも視野の狭さとかもすごい気になりました続きやっていきます <laughs> だからえっ、ー、とね若干理解しました、まあ、若干というか分かんなかった部分はちゃんとクリアにして。 え続きをやっていこうと思うんですけれども続きですお願いしますはいこちらですね14日目犯罪者の温床かうるさー今はこっちはな義理のお母さんと2人暮らしだんだよ <laughs> もちろんね義理のお母さん大好きですよまああのリアルな話だけどそうじゃなくて、えー、どうしようお金そしてそう持ってかれたんだよ俺の1000ドルが12月6日 えーっと何今日はえ法務省より協力の要請があった広報に国際重要指名手配犯の上位3名が規制されるあやべえ3名がいるんだ入国者の、えー、容姿かなを確認し容疑者は即時拘束することはーいこの人たちねえー、っとねちなみにこの広報誌はもう書いてあった通りここにオックスペースがあったんですねなんだけど今回はこの3人 ちゃんと注意して見に行きたいから置いときましょうえーそしてこのエジック謎の組織エジックのこの名前の人この名前の人は俺逃しましたうん普通に入国拒否しちゃいましたそしてこっちの人はまだ来てないよね確か、えー、3日以内って言ってたからまあ今日か明日に来るはずでエンジニアの人がいたらこの名刺を渡してあげます そして、規則書いや。俺がよく分かってなかったルールで、パスポートには、それぞれ発行地があるんだよね。アルストツカの発行地は、こんな感じと、オーベクボの東グレスティンパラディズナとかね。ISS、発行都市は、ガッチが必須。そう、ガッチが必須。ここをね、俺は見落としました。こんなのもあるのね。ってこと行政区画。こう名前も書いてればいいってこと え発行都市は発行都市だけえそこも分かってねえぞえっとインポールさんはこの3つっていうところも見ていく必要があったんかいちょっと待って規則書もう1つ欲しいまあコメントのアドバイスだったのはこういうパスポートとか発行都市とかこういう常に置いときたいものはもう パソコンの違うモニターに出しておいた方うが、まあ、簡単ですよというか、まあ、効率がいいですよという、ね、意見もあったんですがそれだと、ね、見ている皆さんに伝わらないのでとりあえず一旦マジで無理って思うまではこの1画面でやっていこうかなと思います。今のルールえパスポートが必須すべ、えー、ての書類は期限内でなければならない当たり前、えー、アルストック国民は ID カードが必須外国人は入国許可証が必須。 えー、労働者は労働許可書が必須。で、武器密輸品は持ち込ませちゃいけないから、えー、体重とかをちゃんと見とくと。で、外交官は特権証明が必須。うん、外交官は特権証明とパスポートだけで OK なんでね。で、外国人は身分証明補足書が必須という感じのルール。うおーいおーいああ頑張っていきましょうよし。書類をえー、だから、まずは、この、な、このどこオブリスタン君でしょ で乗り継ぎね。オブリスタンくんの行政地図の見てみると。で、えー、メルジェロスで発行してる。合ってます。これも見る必要というか、まあ、俺が勉強不足っていうか、これ、序盤の方でちゃんとやっとけ,っとけば、覚えれたんだろうなってすげえ思っちゃう。さて、見ていきましょう。えー、今日は82年の12月6日、えー、83年の中大丈夫。十二月十9大丈夫。大丈夫大丈夫 ?12 月19、大丈夫。乗り継ぎだから合っている。 えー、そしてパスポート番号はこれスキャンした方が早いね。そして名前も、はい、やっときましょう。で、ショートのくせ毛。1。うん。1。で、62キロ、170センチ。ちょっとこ,こうしとこう。はい。170。ん髪の毛の毛量が多いからえー、だからちょっと怪しいから、こうしてこうしよう。あ、一致してんのか。毛量でした。えー ほか何もないよね。このマーク大丈夫だよね。ああ、やばい。一人につき。こんなに時間かけていいわけない。大丈夫です。はい。OK。多分大丈夫。うん。いいよね。大丈夫だよね。そう、俺さ、悪い癖さ、このスキャンだけして、ここのデータ一置をちゃんと見ないで、通しちゃってたこともありました。OK、大丈夫。だよな。女性だもんな。 はい。よしとしよう。さあ、いってらっしゃい。よし。問題を起こさぬように。NEXT。なーって致命的な顔だった <laughs> ここにいた忘れてた忘れてた忘れてた,れてたくっそやっちまったやっちまったえー、君乗り継ぎ。えーお、もう、くっそやり直して。 いないな <laughs>。笑っちゃうよねク <laughs> ソ<くっそ笑>あやばいめげちゃダメめげちゃダメ84大丈夫えー、大丈夫大丈夫乗り継ぎ大丈夫だったパスポート番号はい名前えー、用紙。大丈夫ああちょっと怪しいなはい質問して手術したの はい、じゃあ指紋もらいますよ。はい。で、58キロ大丈夫、170センチ大丈夫。で、そうあの、別の名前がありましたとかさ、言ってたじゃん。ここ見ればよかったんだ。別名ってところあったわ。見逃しました。こう指紋しか見てませんでした。別名登録なし。えー、まずこれとこれ。もう全然違う指紋じゃねえかよ、と。はい。指紋して。早、は、く、い、ここ、拘束させてくれ。拘束確保はい、ネクストおう、さっ出てけ 時間がねえんださあ次お金を稼がなきゃいけないんだよあエジックだ今日何えー、速やかに読み使者に返却せよ大きな報酬は間違いだったあー情報ん情報省はあなたとエジックの関係を捜査開始次の工作員は今日来る問題を解決するためだ、えー、拒否するかは自己責任入れます入れます入れますから任せて コのトでしょステフェニーって人ステフェニー。指め手配もちゃんとね。要注意。まず締め手配、はい。大丈夫ね。入国目的は仕事だから、労働許可証が必要。6ヶ月。はい。えー、っと、まず83大丈夫。82、14、14、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、インジニアだ。えー、そして、パスポート番号とかここに書いてなくて、えー、名前は大丈夫かな。大丈夫。 で、71キロ、OK。76センチ合ってるでしょう。で、これ、労働許可証のマークもこれ大丈夫ですね。そして、入国許可証。えー、っと、ここ。大丈夫。大丈夫。期限も大丈夫合ってますね。6ヶ月合ってる。理由も合ってる。よし。じゃあ、エンジニアの召し上げるわ。これ、なんか君を干してる。太り気味合ってるよな。うん。OK。 えーと、これ、これなんだっけあ、これか。えーと、じゃあ、大丈夫だよな締めてはんじゃないもんなオッケー。よし。じゃあ行きましょう。はい。えーと、押してあげます。さあ行ってらっしゃい。頑張って、エンジニアってきてね。はい、次やばい,やばいって、今日このペースじゃ全然稼げないって。えーと、こ違うなステフェニー違うわ。 えーと、乗り継ぎね指名手配犯でもないオッケーオッケーオッケー薄毛とか言わんであげてえっ、ー、と女性じゃないなまずこっからだはいうんでその間にえっ、ー、となんてこと聞くんですかあすいません検査えデリカシーがないことはっていうのは理解してますはいいろんな事情事情があるでしょうさあどうだおめえ男だな <laughs> <laughs> 何も持ったいないんだけどな。だけど、さすがにこれは無理だな。あ、じゃあこっちじゃなくて、えー、ちょっと待って。女性とこれだ。はい。はい、これダメと。もう疑わしきものは入れちゃダメだわ。はい。川わ <noise> よし。だけどこれで、えー、っと、警備兵の人から、ごクレジットもらえるんだよね。<noise> ネクスト。さあ、ちゃちゃと来て,てくれ。名前は 違うね、えー、親戚のに来ましたおこれちょっと怪しくないかうん君通せじゃあ今回あここ遅そうね閉めて早いなんだオッケーオッケーオッケー,ー,ケーでも一人通しちまったな俺これ絶対さニュースになるような,なんかやべえことになるって君はえっとおっとちょっと間違えた あれあれあれちょっと2つ持ってんなこいつ。あいこうあ待って待て名前、大丈夫だった、はい、勢い出ちゃった。ステフェニーじゃなかったよな。はい、あ待って大丈夫だったかな、はい、エジックごめんだったらマジごめんマジ謝るから。さあ書類を。うーんとパスポートがないからもうこれそもそも無理かなうん。はい。パスポートが必須ですよ。取り上げられました。 えー、じゃあ拒否しますかね。無理だもんな。名前も違うもんね。で、この人は、あれ若干コート似てるこれ。違うか。オッケーじゃあ、普通にこの人は、拒否拒否する。はい。さよなら。オッケーね。はい、次。あともう一人くらいかな。君かセフェニー。おめえか おめえだよしじゃあもう見る必要ないかこういつは通してあげよううんそうねだからはいエジックに加担しますしていいのかなまあいいや面白そうだし、はい、アルストツカと組織のためにいってらっしゃい分かってる分かってるよいいんだいいんだいいんだ私の独断で通した えーっと審査室の改良可能ですって規則書のショートカットああありがたいねそれはつけとこっかえー、っと、まあ、お金は取り上げられたけども貯金は一応あるでえお母さんと二人会社から食料費はうんこのマイナス5で住んでるとうんうん8層級の家に持ったんでマイナス25もうこんぐらいがいいこんぐらいがいい暖房いるかなちょっと節約するか うんコールドって言われたらつけようそうねいや待てよ今 OK だったらば食料もちょっと我慢してもらおうかなお金は大事だよアフラック OK えー、っとニュース12月7日パラディズナ政府本部から職員退避んあれこのマークエジックじゃね大躍進脊髄手術に成功あそういうニュースもあるんだじゃあついて。 ミュージックが頑張ってんじゃね12月7日うん。ああまた違うしメ手配イだでさもうこれはいらないよねここに置いとこであともう一人分の名刺がありまして規則書のショートカットって何あここか規則地図あーなるほどこうしといて地味 <laughs> 付箋貼っとけば最初からできたようなショートカット まあいっかなうん締め手配いは今日日本ないんだよしやっていこうおはようございますおざーすおざとすえー、っと目的は乗り継ぎねえー、締めてはいはではないつってまずは日付大丈夫大丈夫大丈夫乗り継ぎ大丈夫よしパスポート番号名前 風防も大丈夫。で、55キロ大丈夫。ボブ。はい。合ってますね。うん。177センチ。合ってるね。オッケー。じゃあ、えーっと、許可する。はい。いってらっしゃい。えー、ちょっと待ってね。これが邪魔だ。はい。さあ、楽しんで。next! あなたはえアストあーやばいやばいこれどうぞこれどうぞ ど,どうすんのこれあ、っ今今来るなえあ君かど,どうしたんだこれどうしたらいいおおなるほどなんだこの素人のおもちゃは避難する気ですかねこのちっこいののためにか馬鹿言うな解体するんだ蓋を開けろ <laughs> <laughs> そんなこと俺の仕事じゃないだろう無能なクソテロリストめディスプレイさえありゃしないそれぞど,どうしたらこんなひどい爆弾走ってみた 単、えー、細胞作っ,作ったんだろう順番にワイヤー切ればいい1だからこれ2だからここ本当にいいんだな34よし完了だ仕事に戻ろう、えー、検問所を閉鎖すべきですバカ言え今日も稼がなきゃならん爆弾起こせえー、部品うんぱらってその分け前をやる渡していいのかなまた渡すしかないかはいしかしなんてひどい代物だ大した金にもならんだろう次の入国希望者を呼ぶんだうわーすっげえメンタル強っ 俺も今でも心臓バカバカします。そんなこともあんのかよ。やべえな。<laughs> えーっと、仕事しに来たのね。会計士だ。ええー、6ヶ月。書類多いな労働許可書。えー、っと、まずは、日付大丈夫、大丈夫、大丈夫、えー、っと、大丈夫。そんで、待って、風貌大丈夫ちょっと違うなうん。年月は残酷ですね。はい、指紋。 えー、そして。うんうん。えーと指紋は合ってるかどうか。違いますわ。で、何のことだか。もうこれ構想かな。OK。うん。通すべき人でもないもんね。もうエジックは終わってるし。うん。よし、次。あそれでね、問題を起こしてくれたら、もう早くて、もう楽だわ。君は、エンジニアだ。仕事ね。 えーっと、半年間の予定もう引っかんね。うん、うん、うん。えーっと、まずは、大丈夫ね。締め手配犯ではない。83年大丈夫。82年。12月9日。あ、危ないな。大丈夫だ。OK。えーっと、うん。日付は大丈夫。じゃあ、パスポート番号。うん。大丈夫。79キロ、181センチ。OK でしょう。そして、名前。うん。OK。問題ないな。 じゃあ、ラストの名刺君に授けよう。頼んだぜ。この国を少しでもよく演じにやってくれ。演じってくれよ。はい。次。クス。ふう。なんかやっぱりね、一回収録を終わって編集とかさんだから頭がスッキリしてるわ。滞在期間は二週間。乗り継ぎね。大丈夫。えーっと、んこれなんていうの 富士みたいあー、富士のような光ってこと初めて聞いた。えー、日付大丈夫、大丈夫、大丈夫。パスポート番号見ます、見ます。名前も大丈夫。うん。86キロ、173センチ大丈夫。で、風貌あー、危ねいるはい。確保。興味深いお顔だ。何も話すことはない。確保<い>来て誰か男の人来て ありがとう次あなたはあエジック暗号文章を出せあこれですねはい,いやエジックさんにあいつもお世話になっておりますがな両方ねで今日は何、えー、工作員は一人だけ入校あなたの協力なくして成功なしアある卒カ建国の時組織は今と同じ役目を果たした 圧勢終わるとき我らまた消えるおおほんと正義のヒーローだなお前らな頼むわはい次「NEXT」てかさ俺一個気になってんのはこの額縁あんじゃんこれなんか政府のさなんか上の人間が持ってきたよねでここに飾っとけってさメールしたんだよお思うんだけどなんかさカメラとかなんか仕掛けられてねってすげえ思うんだよねえー、83年大丈夫ねまあ、考えすぎか 大丈夫。大丈夫。で、乗り継ぎでて言ってたもんね。乗り継ぎ。じゃあ大丈夫。えーっと、じゃあパスポート番号失礼いたします。はい、大丈夫ですね。お名前も。大丈夫ですね。うんうんうん。大丈夫ね。オッケーオッケーオッケー。一応、ここ。あ、ごめん。俺ずっと、ここの ISS 見てなかった。まあ、だけど、もう ISS のさ、ミスって全然来ないよね。もう序盤だけのもんなのかな。大丈夫だ。 すいません。すっかり忘れてましたはい入国許可するはいどうぞいってらっしゃいませはい次いやここなあ覚えや待ってなんだってあええ不適当あったえマジで乗り継ぎて行ったよねあれ乗り継ぎでって、ね、ぎで書いてなかったっけやっちまったなぁ乗り継ぎねマジかミルタクワイチえーっと乗り継ぎで言ていったから大丈夫 えー、指名手配犯でもないでしょう。84年、82年12月9日。OK ね。うん、大丈夫ね。OK。パスポート番号。はい。大丈夫。大丈夫。はい、48キロ、149センチ。うん ?149 センチにしては、でかくねえか。怪しい。なんかシークルトブーツ入ってますか自然に変わったんですかね。指紋。よこせい えっと、この人の指紋これね。あ、違うな。はい。確保。はい、うん。オッケー。はい。家族よっしょ、しょ、ョッキョッキョッッケー出ろーさあ、ネクス x あと一人かしら。うんあんたはっーえっ、ー、と、建設業、仕事ね。うん。 指名手配犯ではない。1年間滞在。えー、と、まず、日付大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。で、パスポート番号。名前。72キロ、173センチ、大丈夫。男性。えっ、ー、と、これはどこのだっけどこのだんどれだっけあ、これか。コリスタンシティ。じゃあ、大丈夫だ。ちゃんと合ってます。 ちょっと待ってね。一旦お貸せて。うんうん。建設業。大丈夫。仕事だもんね。うんうんうん。大丈夫ですね。はい。閉めてやんでもない。大丈夫だね。はい。入ってらっしゃいませ。いっぱい建設してね。はい。ゴー <laughs> 大丈夫だよね。オッケーはい、15日目終了。え、所得証が あなたの不正行為を全て処理したえええ貯金が返還されることはないあああやっぱダメなんだあの1000ドル正式に持ってかれましたうわーきちいってえーっと今日はお母さんがコールドハンギリーだからどっちか一個だけにしていこうえー、っとまずお金かかる方からにするうーん暖房費からうんそうね払いましてはい12月4日の新聞 各省庁で人員奪い合いあーもう人手不足なんだな国境地域で統合配置転換実施配置転換うんどういうことはい行ってみましょう12月8日これいつまでやるゲーマンだろうそういえばん何これ、えー、審査官へ次ぐ法務省は外部機構のため分隊を派遣した今後侵入者を抑圧する 責務を与える。警報作動時には支給されたキーで麻酔銃を解除せよ。あ、これではい。報酬について侵入者を妨害すると手当が支給される。命中しなかった場合は昇格の手当となる。はあ、えー。武器使用規定、事項に記載された手順を参照すること。はい。何警報が作動したら、このキーを鍵穴ってどこ えー、そこに木を差し込んで武器を解除銃を選び狙いを定め狙撃時間を限られている迅速に行動せよこの目の前に来るのを撃つってことそれともこの壁を無理やり超えたやつをこっから撃つってことこうやってバーンってえやってみなきゃ分かんねえぞ指名手配犯今日はこの3名ご覧の3名でお送りしますえ待ってね鍵穴どこ ここにないよねえないよね鍵穴説明来てくれるかな警備兵の人が置いといて。で、規則諸況もこちらに出しておきます。じゃあ、始めてみてもいいのかな鍵穴はい。あ、来たわ、警備兵が。ちょ、教えて。うん。あ、7人拘束してる。ありがて。 あ、ついね。あ、いいね。ありがとうございます。えっ、ー、と、あ、売ったんだ。あの爆弾。えー、ここに来るのは今日で最後。んこれからは、あんたの家に、ん金置いてく。二日に一度、夜に寄れるよ。ありがとう。あ、そうなんだ。ちょ、もう一回見して。えー、手当と爆弾の部品売った分だ。俺は、あ、牢屋の方に移動になったんだ。あー、手当は変わらず支給されるから、拘束を続けてくれ。なるほどね。オッケーオッケー、ありがとう。 助かるわ、このお金。ちょいった。待って、これどうしようかな。ちょっと、これに置いとこっか。よし。じゃあ、始めていきましょう。ちなみに、このさ、ペナントって何なんだろうなんかこれ、大事なもんなのかなそ、うん、れよ。はい。えー、アルストツカで乗り継ぎします。ちょ、待ってね。えーと、まず、締め手配犯ではない。そして、地図で、アンテグリア、聖マルメロ。 大丈夫ね。いや、もうこれってさ、ほんと序盤の方でさ、覚えるべき名前だったんだろうな、いっぱい。で、えー、名前を見ておこう。この後ね。で、パスポート番号を。大丈夫ね。うん。で、日付も大丈夫。今日は12月8日。で、99キロ、180センチ。待、まあ、ってるでしょう。ハンコもある。ボブ。で、顔も大丈夫。うん。 大丈夫ですね。大丈夫ですよね。待って、なんて言ってたっけ押しちゃった。乗り継ぎね。オッケー、大丈夫だ。よし。さ、許可する。はい、いってらっしゃい。さ、next。待って。あの、鍵マジでさ、場所分かってねえぞ。あ、なんか出るのかなそのやべやつが来たら、バーンって。鍵ここだよーって。友人に会いに。さ、えーっと、あなたは オブリスタンさんだから、はい。スカール。大丈夫ですね。えー、そして、この人じゃないよね。うん、関係性なし。えーと、パスポート番号は合ってるか合ってます。名前は合ってるか大丈夫ですね。えー、そして、日付大丈夫ですね。うん。持ってる書類はこれだけ。観光だもんね。友人に会いに。まあ いるってことだよな一応、えっと、こっか。で、こことここ。一致ね。よし。じゃあ、許可しましょう。はい。ボブ、合ってるもんね。はい。入れちゃまずい名前とかでもないもんな。今、そういうルールはないはず。はい。オッケー。よーし、少しずつ、一歩ずつ。俺は入国審査会になっている。うん。ないわ。 医療上の理由えっとね外国人はにああ待って待ってコレッチゃでは違法必要な手術たださえあそこに写真信じられない腕利きの外科医はアルソツカしかいないんですお金はもらうだけど入国許可証が必須これってやばいかな一応審問持ってないはい堂々と言ってるえどういう手術かちょっとお教せてほしいけどな そこまで聞いてやっとだよなって俺は思っちゃうんだけど。おめん返す、お金は。ああ。俺にも家族がいる。<laughs> 手術かー。ああ、ダメだ。あー絶対これってはダメなんだろうな。これ絶対ダメなんだろうな。これダメなんだろうな。<laughs> てか、俺がこのゲーム超向いてないんだろうな。 えっと、働く予定いや、偽善に見えるでしょすごい。自分でもそう思う。けど、嫌なんだよなえー、っと、なんだっけ。リパブリア。クルシス。えー、ボスタン。大丈夫ね。えー、っと、顔大丈夫だよね。はい、大丈夫。えー、っと、あとは、大丈夫ね。日付大丈夫、日付大丈夫。で、ロードを。 医療従事者、働く予定大丈夫。使命、ここ大丈夫か大丈夫ですね。うん。大丈夫かな大丈夫かなうん。85キロ、179センチ。大丈夫。直毛単発。待ってるでしょう。許可はい。頑張って、医療ってきてね。いってらっしゃい いや、ゲームをクリアするためだったら、やっぱりルールにちゃんとね、乗っ取らない。え、何がええ嘘そうだった嘘ど,ど、み、え身分証明補足書かええあー何エンジニアさあ会いました。4件取りされました。3件が土木エンジニアでした。使えない。機械がわかる人が欲しいということです。えー、待って待って、もう一回見して。うん。はいはい。あ、機械がわかる人が欲しいと言ったでしょう。え、でも、エンジニアとして言ってないけどな。まあ、それでもいいです。最後の人は頭切れる。 手伝っててくれてありがとう。いいってことよ。このバッジはなんか実績かな置いとこう。お金が増えてくるありがてえで、君は入りたいのね。で、アールストッツカミンだから、オーベックベッド。確かは大丈夫、多数。あ、じゃあ、オーベックベノーか。じ、うん、ゃあ、オーベックボノーか。え、日付大丈夫。うん、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 うん。大丈夫。180センチの。うん、88キロ、大丈夫。顔も合ってるでしょう。 はい許可しますよはいさあおかえりなさいませアルス・トツカに栄光アレちゃんはい次うんこの人指名手配犯っぽくねちょっと先にそうだわはいここに来るべきではなかったかもしれんお嬢ちゃん家族学校じゃい ちなみに罰金とかはあったはい、はい、うん、ない。でも、罰金はないとしても、なんかね、ペナルティーがね、あるっぽいんだよね。はいはい、だから、一概に罰金なしだからって、はしゃいじゃいけない。はいはい、えー、仕事をね、はいはい、ふんふんふん。はいはい、半年、合ってますね。えーっと、大丈夫だよな。なんだ、なんだ、キャッ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 、あー、あいつだ。えーっと、これ、鍵やって、マスイージュを作って、こいつは、罰金、オッケー <laughs> こんな忙しいことあんのかよ大変だだけど僕打ちましたテロリストの出勤より本日の議論も中断された病気のあーお母さんが病気になってしまったなんてこったで今シックでハングリーねじゃ暖房だけちょっと外させてもらってでも賄賂がいっぱい出ってるぞ賄賂45ドルいやー待って病気ならばちょっと最高の看病してあげよう お母さん頑張っていきましょういえー、グレスティンで事件警備体制の甘さ露呈さらなる侵害行為も不あの壁を高くしなきゃダメよもう甘さというかねえアンティグリア告発者合衆連邦に拒否されるはあそうなんすかんんんんはいじゃあ行ってみましょう本日もうん12月9日ん なんかこの人色違うな誰あなんだ上司か来るでしょ来たあ来た上司だん上司だよないやはいどうもどうもニルスクから来たんだってな僕もニルスク出身だが何年も書いてないあこの人上司じゃないわ相変わらずドブのような場所さ、はい、<laughs> そうだろうな僕もひどい思い出しかない僕は な、なんていん、せ、せ、うわかんない。反かか君の安全ため、全力尽くすよ。いい人かいい人なのか君。サージュかなはい。で、えー、武器の使用規定ま、あ同じね、銃を選び、狙いを定めす、狙撃。時間限られてる。はい。本日の締めては、ご覧の3名でお送りします。で、これは、ここに落ちてもいいかなバッとって、 バット取ってグ。バット取ってグ。いや、でもこっちはいいか。バット取ってグ。バット取ってグ。はい。これで行こう。さあ、あんまりね、規則章。危ね危ね。よし。頑張っていきますか。はい。おざーすおざーすおざーすサージュだけ色が違うんだよな。なんか大事なんだろうな。えも、ー、目的は妻と一緒に住むために来ました。移住か移住だ。えーと、指名手配犯ではない。 <laughs> 日付大丈夫大丈夫大丈夫うん理由も大丈夫でパスポート番号をうん名前うんでリパブリアリパブリアのトゥルグロリエンはい大丈夫です7 1百七1 7 6センチちょっと足りなくねえかあがってるか大丈夫ねよし許可するしていいよな 薄毛うん薄毛という息で合ってるなはい問題をお子さんのように、はい、ネ e クス、はい、うん大丈夫ねあエジック書類をはいえー、っと今日何国境襲撃エジックの計画にあらずあ違うのね、えー、正体不明の過激派の仕業組織は腐敗した権力中枢を 終わらせるために動く、えー、罪なき者巻き込まず過激派追跡のためにエジック工作員が今日到着。ほう、工作員をどうやって見分けるんだ？今日またこんな持ってきてえー、どうどうやってえどうやってえもう一枚ちょうだいえこれだけじゃわかんないよなあパスポートえな何あなんか,か紙くれんのかな？ OK, 分かった。信じてる。えー、観光ね。1ヶ月。こんな国に観光楽しくねよ、きっと。はい。データえー、っと、あ、もうこれダメだ。はい。日付が、過ぎてら印刷ミスですよ。ダメなんですよね。で、君はエジックの工作員ではないだろう。え、こまちでどうやって判断すんのこれ。なんだこれ。 まあ君はとりあえず大丈夫でしょうそんなエジックのね死者が来てその次がねエジックの工作員だけないよなはい次ちょっと緊張するねえっ、ー、と君ちょっと怪しいか締めてはやんではないかうん違うじゃもう一回見して観光合ってるね えーと日付大丈夫大丈夫ギリギリうん大丈夫パスポート番号名前大丈夫6 8キロ1 7 8センチ女性えっ、ー、とあーさっきこれ見たかった ISS これ忘れるな、えー、リパブリアだからポスター大丈夫よしはい許可しましょううんいってらっしゃい Next. てか、この国不法入国者が来すぎだろ。はい。コレチアちゃんだ。あ、外交官か。久しぶりだな。えーと、指名手配犯ではない。83、大丈夫ね。パスポート番号。はい。大丈夫。外交官に化けて、あー、違う危ねえ。最近名前変えました。じゃあ、指紋もらいます。 大丈夫かなあ、別名あるわ。ちょっと待って。えー、っと、質もう大丈夫だし、この別名ってところに、ん違う。んこれがあってんのか。あ、こっちね。えー、っと、こっちの職、うん。外、問題解消済み。ああ、そういう風になるんだ。はい。失礼いたしました。外交官殿。はい。うちの国をよろしくお願いします。 次。君はうん。んんなんだこれアルス、アルストツカの現状を取材します。ほうほうほう、なるほどね。ジャーナリストかえー、っと、日付大丈夫。待って、そんなのはないよな。これか違うな。えそんなルール知りませんあの、上司呼んでくださいとりあえず、 えっと、外国人は入国許可証が必要です。うん。これ入れちゃダメだよな。あ、だけど、ジャーナリストを入れた方が、今、この国の現状を世界にしてもらえるから、いいんじゃねいや、でも、それはまずいよな。俺の仕事的にまずいよな。ちなみに、これってどこだったっけえー、っと、えっと、えっと、連邦か連邦の、あ、大丈夫ね。シングルトーン。どうしよう。 どうしようと迷いながら押しました。あんた、今まで一番頭の悪い、え新さん、アーソースがダメになるのわかる。なんだあいつ <laughs> 入いれ、えぇ、ー、嘘俺からも SOS なのにこれ。えぇ、ー、あんなこと言われんの既くね ?1 ヶ月います、仕事ね。ん仕事し、ん、ま、待って待て違うじゃん。仕事と観光。 うん。違いますね。観光ですちょっと疑わしいんだよな。そういうことされると。えっ、ー、と、日付大丈夫、大丈夫、大丈夫。パスポート番号大丈夫。いや、マジでさっきのジャーナリストムカつく。えー、えっ、ー、と、176センチ。ちょっと足りない大丈夫か。最初に仕事と言ったのがちょっと気になるんだけどな。大丈夫か、本当に。 うん。問題ないか。これチアに、ベドール、あるもんね。まあ、しょうがない。OK だ。誰にだって、言い間違いのね、1個や2個あるよな。はい。いってらっしゃい。次。<noise> さあ、君はえー、っと、アルストつかみんだから、えーっと、ID ないよ。 うん。で、この人はもらってない。関係性ないかないね。うん。もらってない。もらってないダメだろう。うん。もう一回切り。発行される前に来ました。これダメじゃない普通に。ね。うん。ダメだよな。はい。 ルールにちゃんと忠実に行きましょう。ダメです。オッケーよかったはず。はい、次ち。ちょ、若干俺そう甘い考えなんだよな。うん。捨てなきゃ。えー、っと、労働であってますね。待って、あのさ、これ、エジックのこれ、いつ来た今日来るって言ってたよな。で、 えーと、締め手配犯ではない。えっ、ー、と、コレチアの西グレスティンであってる。はい。日付は大丈夫、大丈夫、大丈夫。で、仕事だってことで、えー、これも大丈夫。名前。うん。大丈夫、大丈夫ね。うん。で、これ、合ってるね。特徴。 8 7キロ 174cm ちょっと怪しくないかあ、いいんだ。毛量の問題か。じゃあ大丈夫か。えー、待って、エジックいつ来た今日来るって言ってたよね。ブッチされた待って待って。えっと、パソ、パソト番号。合ってるよね。うん。はい。許可します。男性だよな。うん。はい。 じゃあ、行ってらっしゃい。いいよね。あれ、エジック、明日って言ってたっけんなんだ審査室改良課のダブルクリックで即何調査即席わからん。7等級の住居に転居可能。あ、いや、いい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 、行かない。うん。えー、改良だけしこっか。で、お母さんはハングリー。 そか暖房費をけちっちゃうと風になるんだ寒くてね OK じゃあ,まあ暖房費は使ってこっかうんじゃあこれで次はいえー、アルストツカ気弱な国境管理合衆連邦の記者が緩い規制を爆。ッえー、そこー <laughs> 報道するべきはそこじゃなくない <laughs> 意外とアルストツカの中って そんなジャーナリストがここをもう世界中に知らさなきゃーっていうことないのインポール不当な貿易規制に不満表明争うですかうわーマジかよ入れるんじゃなかったあのクソジャーナリスト12月10日クソって言っちゃったね口が悪いことだえー審査官に次ぐ国際報道紙からの批判の影響により審査手順に変更が生じたえ入国拒否の際は拒否自由の押印が義務付けられるほん 新たなコンピュータシステムが導入された矛盾を問い立たすことで拒否自由っていうのかなスタンプを使用することができるは入国拒否手順拒否自由スタンプは、えー、最初の審問より使用可能となるだから1回この審問をしてから使えるんだな、えー、入国者を拒否する際は入国拒否スタンプ及び拒否自由スタンプの双方を応印すること何<に> えー、拒否自由スタンプが出ていても入国許可の応援が可能。はう、あ、まあ、要するに拒否する場合はスタンプ2つを押してねと。ふんふんふん。で、武器はこれ。本日の指名手配犯こちらの3名で、はい、お送りしております。まあ、とりあえず、行ってみますか。はい。行ってみよう。はい。あざっすあざっすあざっす えーっと、あなたはんちょっと怪しい似てる違うかはい。えー、アウルストッツカミン、パラディズナ、大丈夫ですね。覚えてきました。えーと、日付大丈夫。うん、大丈夫、ん ?1000? あー、いいのか。大丈夫。50キロ100、えー、172センチ。大丈夫ですね。お、写真違うな。はい。で、一旦審問すると。で、えー、自由っていうのを押す。 するとなんか難しいぞ。とりあえず、ままま、一旦指紋。はい。もらいます。ちょっと待ってね。えーっと。ん指紋違うな。はい。これも自由っていうか、普通に高速でいいんじゃないかはい。高速。うん。これは別に悪くないよね。よし。そっちで処理してくれ。 Next. はい。よろしくお願いらっしゃいませ。えっ、ー、と、労働許可証ね。仕事があります。OK です。えっ、ー、と、パスポートないっすね。えっ、ー、と、パスポート必須。ちょうだい。取り上げられました。じゃあダメだ。ってことで、えっ、ー、と、ダメですよのスタンプと、これって、ん理由ってこれ、どこに押すの ここじゃないよなまあ、このスタンプも必要ってことねで合ってるよなうん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 はいダメっすはいパスポートなきゃ普通にダメっすはいうん拒否どういう理由でこのスタンプの通りですふーんあ納得するクソだなもう捨てゼリ入ってったはい次めげずにめげずに 心を殺して。はい。はい、次。アルストッツカミンですね。ええー、と、お、いいペンタだな。あの試合覚えてるよ。白熱したな。食いついた。んなんかあんのかな女性じゃないな。はい。うん。パスポートが正しいです検査。はい。えー、女性かな本当に。 えーと、52キロ合ってるな。とあーすいませんでしたはい、すいませんでしたす、はいませんでしたえー、っと、大丈夫ね。うんうん。これは単純に失礼ぶっこいた。はい。女性で合ってる。だけどなんも重たいな。よしじゃあ、いいよね顔も大丈夫だし。身長は ?162 センチ。 合ってるな。OK。許可します。うん。パラディズナはい。許可。はい。す、はい、まなかったね。はい。GO! アルスキッカーズよしよし。いいよ。ペナントに食いてたのなんかあんのかなはい。えーと、コレチアちゃんか。移住か。うんうんうん。移住ね。大丈夫。えーと、ゆるこしテていたったっけ あるわオッケーえー、そして指名手配犯にいない日付も大丈夫大丈夫大丈夫でパスポート番号うん顔は大丈夫ね名前大丈夫7 9キロ1 5 1ンチじゃないなうん身長伸びたの成長期はいじゃあ指紋ちょうだい ちょうだいちょうだい。指紋をちょうだい。うん。どうかなお、合ってるかいや、違うか。違うね。じゃあ、確保。はい。確保確保した方がお金ももらえるしね。てか、待って。エジックのさ、あのー、紙消えたよね。やっぱり昨日来てたんだよ。えー来てたけど、俺がわかんなかった。てか、あの紙どうやって使うの えあと、はい、でまた編集して気づくんかな俺。はい、えー、ちょっと待って。規則の入国許可証がないわ。はい。はい、うん。はい、いるんですかすいませんでした。じゃあこれ普通にダメだ。だから、これだからちゃんと二つ分押してあげよう。トーン。トーン。あ、違う違う、こっちじゃない。トーン。うん。いいね。はい。 ダメですはい次テイク今更だけどあの人数ここに出るんだね6人目えー、労働許可証仕事ね大丈夫で大丈夫かう <laughs> んうんん何てえー、っと90日の予定です私もあなたと同じように審査官をしてたんだ何年も昔合衆連邦にいた頃さほとんどの人を拒否したな 今はコンピューターで処理するからなもっと早く拒否できるだろうあそういえばさダブルクリックでとか言ってたのよねあダブルクリックでもうこれできるんだあー楽だありがとうだからでも大丈夫ねえ日付大丈夫大丈夫だよね大丈夫でこことかはダブルクリックしてダブルクリックあこっちは1回で1回でいいんだへえありがてえ8 4キロ、1 6 9センチじゃないねはい ああ毛量かえっとじゃあ大丈夫かなうんうんうんコリスタシティだもんねうんこれ連邦うん大丈夫ですえなんか不安見たもんなうんオッケーよし同じ審査官仲間入れてあげよう入ってらっしゃい、はいはい、大丈夫だよな 頑張って。私はまたやりたいとは思わないがね。そうだよね。いやー、なんだったあ入国許可証の不備。あれ入国許可証って今アント持ってたっけあ、ごめん。アントの話、頭持ってからだ。え、日付大丈夫、大丈夫、大丈夫。えーっと、番号を。はい。大丈夫。いやー、本当に気を引き締めなきゃダメだ。 55キロ、168センチ、大丈夫。で、指名手配犯ではない。ボスタン。リパブリアのボスタン。大丈夫。はい。許可、するよ。許可、します。はい。はい、次。来るなよ、下から。大丈夫だね。オッケーオッケー。えーと、君は、労働ね。仕事でと。

オッケーインポール貿易制裁を開始アルストツカ輸入品を全面規制なんだって輸出ができないすなわち儲からないすなわちつらい、はああ12月11日ほうこの人あ来た何か話があんのかなおはようございますは昨日はありがとう あ、そうね。俺が打撃ったもんね。はいはい、僕の腕も落ちたもんだよ。あ、そんだけまあまあいいや。はい。えー、今日は、インポールはアルストツカからの輸入を全面規制した貿易省の要請により、入管省はこの侵害行為に対して制裁を発動する。インポールからの入国者は全て拒否せよ。まあ、そうなっちゃうか。もうギスギス。うん。で、本日こちらの3名。はい、覚えておいてね。 あって俺これちょっとさずっとさ怖いんだよな壁にかけようってさわざわざ指示するどっかにカメラついてんじゃないこれでガリガリとかできないうんできないかないよねあえて壁にかけないでここに置いとくでもその時に上層部を置いとけたらかけてねえじゃん愛国心ねえじゃんはい首ってなったりすんのかなはいまあ仕事やっていきましょう はい、あなた。えー、っと、観光できました。でちょ、っと待って。えっと、今ギスギスなのは、インポールでね。インポールってことは、どんなマークかちょっともう一回見して。インポール。これ。あー、ダメなんだ。ごめん。えー、っと、許可できません。待って待って。規則に、あ、書いてるね。インポールは入国不可っていうのと、 インポールのパスポートを合わせる。で、ちゃんと審問してから、えー、っと、はい。理由がある上の拒否ですよっていうことね。はい。すまんな。君は悪くない。国が悪いんだ。インポール人は入国が禁じられています。はい。次。インポール、インポール。これね。書類を。えー、君はオブリスタン。 妻と一緒に住むために来ました。はい。移住ですね。えー、っと、犯罪者でもない。で、一応、オブリスタン見せてください。はい。うんと、スカール。大丈夫ですね。え日付大丈夫。12月11日だから。はい。大丈夫ですね。うん。パスポート番号。あ、違う。あ、いいのか。1、名前。待って、メガネない。メガネどうしたコンタクトうん。 それはいいことですか悪いことですか指紋。はい。で、84キロ。うん。181センチ。どうだ合ってんのか。合ってるなら別にいいか。うん。メガネがあるないぐらいさ。そこまで厳しくないよな。男性。合ってるよね。いいよね。それぐらいは。いいんだよな。 指紋合ってるしあっ待って名前あ合ってるかじゃあいいわはい,いやこれで、ね、言われないでしょはい次来んの、ね、よ下から大丈夫ですオッケー危ねえはい次えー、っとあなたんあなたのこと知ってるわニルスク出身でしょお父様と何年も一緒に働いたあんなちっちゃな悪がけだったのにねああ知ってるんだなるほどそういう人に限って犯罪者ではないよなうん 違うなうんえーとオーベックボノーだからまあ大丈夫だよねはい一応はいでうーんとパスポート番号じゃなくて名前でちょっと見して大丈夫顔も大丈夫で女性うん大丈夫はいうちの父ちゃんがあんたと一緒に働いてたとニーズ作りに戻ったら元気にやってると斉えとくんは 頼むわ今の人が不法入国あったらすげえ怖えなはいえー、っとこの人はん写真違うなはい怪しい指紋が欲しいオーデおめえの指紋が欲しい東グレスティンねはい問題ないか一致してる うん。合ってるね。じゃあ、いっか、うん。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 大丈夫です。56キロ。大丈夫です。身長も大丈夫。はい。許可する。はい。いってらっしゃい。はい、次。<noise> えーっと、あなたは労働ですか働く予定。製造業ね。<noise> うんうん。大丈夫か 大丈夫ね。うん。大丈夫。はい。えー、パスポート番号から見とこう。大丈夫。名前は大丈夫。え、日付は、まあ、期限。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。で、名前、ここ大丈夫かな大丈夫。ハンコも押してある。あ、ちょっと待って。あ、ごめん。インポールさん、だよね、これね。そうだわ。すまねえ。 あ、俺、俺さ、入れちゃってたかなインポールさん。他に。危ねえな。はい、審問。もうこれは、ダメですね。すまねえ、すまねえ。はい。はい。また頑張って。また、えー、お国が仲良くなったら来て,てちょうだいね。はい、次来てください。チャンこの人はこれチアちゃん。 うんうん、親戚に会いに来た。観光ね。1ヶ月。大丈夫。えー、っと、大丈夫。うーんと、日付大丈夫、大丈夫、大丈夫。パスポート番号。うん。大丈夫。名前。大丈夫。62キロ、178センチ。えー、っと、大丈夫かな一応、コレチアにはちゃんとゆるコシティがある。オッケー大丈夫です はい、断らぬ。いってらっしゃい。はい、次。えあ、性別見せなかった。あ、あれジョージまた来たぞ。ちゃんと全部用意した。えお前とたくさん会ってるな。もはや親友さ。えジョージ入ったじゃん、一回うちに。なんでまた出たのなんでまた出て、また入ってきたジョージ <laughs> ジョージどうしたえーっと、名前。大丈夫。ちゃんと用意してるな。そして、偉い。うん。オブリスさん。え期限も大丈夫だよねえー、っと、あ、体重が。ジョージちょっと重たいな。どうしたジョージ。んまあ、聞いてよ。ミさん、料理下手なんだ。はい、でも食べないとわかる。検査だな。 おっと、たぶん、あんたこれは気に入らないな。ジョージの裸を見てしまう。なんかドキドキしちゃう。意外とキャシャ。あーなんか持ってるジョージ <laughs> ジョージはそんな悪いことしないジョージはそんなことするやつじゃないんだって嘘だと言ってくれよ、ジョージ。これは何ですか薬。あー素直でよろしい。ちょっと副業があるんだ。どうしてくれたりいい,いいものやる。いいもの 10クレジットかよ。チンケンのンコ1個で、10クレジットやる。高速かいや。ごめん、ジョージ。普通に拒否するわ。俺も守るものがあるんだ。すまねえな。ペナルティは蹴らんねえ。うん。でも、また会えて嬉しいよ。もう会えないと思ってたから。はい。渡す。OK、上かったよ。薬、良くないね。 子供たちに悪影響。わかってくれればいいんだよ、ジョージ。ジョージは素敵な人間なんだから、そんなしょ、もうしなくていいんだよ。はい。あなたはあれこの人。はい、来ました。犯罪者。うん。はい。普通にこれは。ええー、と、高速。確保,確保オッケー。ふぅ。まあ、今日は、割と頑張れた方かな。まあ、これあったっけどな、一個。 うん。7等級の住居はもう結構です。もうタワマンには興味ありません。生きていければ十分です。はい。って感じですね。いやー、ジョージに会えて嬉しかった。意外と出入りしてんだな、ジョージ。